慶応義塾大学理工学部数理科学科南研究室では、データから情報を取り出す方法を科学する統計科学の研究を進めています。統計科学では、データを収集し、データから情報を取り出すデータ解析、そのための統計モデルや基礎理論の研究、解析結果の表現方法など、データに関して多岐にわたる研究が進められます。私の研究、統計科学ということなんですけれども、不確定性を含むようなデータを、から情報を取り出すデータ解析ということで、データ解析のための方法論ですとか、あるいはその不確定性に関する、理論の勉強、概念に関する基本的な研究といったことを行っております。で、具体的な話で言えばですね、例えば観測者がいろいろな場所で動物の特定の動物の個体数を観測するとします。で、目的としては、その動物が、どのような環境条件を好むのかとか、あるいは、例えば長期間にわたって観測するような場合ですと、その生息数がどういう増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのか、生息数の増減といったものに興味があるというような場合に、そういった観測をします。現在、南研究室では、海洋生物の個体数や大気中の汚染物質および気象データのデータ解析を行っています。海洋生物のデータ解析では、全米熱帯マグロ類委員会との共同研究により、マグロ巻き網漁で捕獲してしまったカメやサメといった生物の混獲数についての解析を行い、生息数の変動の推定、水温や海流、操業条件などといった要因が混獲に与える影響などを研究しています。また、大気中の粒子状物質のデータ解析においては、南極の昭和基地で採取したデータをもとに、気象専門家とともに共同研究を進めています。データのところはまだ理論的な、どういう基礎的な手法についてどういう解釈ができるのかっていうことをしているので、割と数理的なこういう値とかこういうベクトルというものを調べて、どういう分解ができるのかっていうことをしているんですけども、でも実際実際の問題としては、単純な時系列ってね、時間による変動だけではなくてですね、その時の気温とかそういったものにも影響してくるんですけど、気温自体もそのやっぱ時間的な変動っていうのがあるの でそれを、その要因っていうのはどういうふうに振り分けるかっていうのがなかなか難しくてですね、で例えば昭和基地 の CO2 データの解析なんかっていうのは、傾向変動の定義っていうのが何なのかっていうことが難しいので、どういう変動を分けるときに変動の定義っていうのを考えて、じゃあ何がこの気候による変動なのか、何が時間による変動なのかっていうのを、専門家の気候の専門家の方と一緒にいろいろ話を聞きながら解析しています。そういった意味でやっぱり実際の現象自体に関する知識を私たちは持っていないので、そういったことは専門家の方と一緒に研究を進めて、いろいろ話を聞きながら、数理的な部分だでこちらではアドバイスしたり、あるいは統計科学的な手法的なものではこちらでお話するという形で共同研究を進めています。データ解析の醍醐味は、パズルを解く楽しさにも似ていると例える南先生。これからも南研究室では、世界中にあふれる様々な事象のデータ構造を捉えて、情報を引き出し、バラバラに散らばったパズルのピースを理論的に組み合わせていきます。